デルタスターの透過変換をやってみます。まずデルタですね。こう、負荷がですね、こうあるとします。こうね。で、これまあ、Eボルトですね。Eボルトか、これもEボルトですね。Eボルトです。からこれをですね、Z のデルタオームとこうします。ね。そうするとですね、入力ですね。入力、非相電力ですね。非相電力は、S のデルタにしましょうかね。で、一層分ですね。一層分の、非相電力ですね。これをまあ S のデルタとしましょうかね。そうすると、S のデルタは3倍の S のデルタになりますね。これはどうなるかというと3倍の、E かけの、これですね。これですね。E かけの、まあ、ここをですね、IP にしましょうかね。IP ですね。ということはどうなるかやったら3倍の E かけ IP ですから、E、こうですよね。Z デルタということは、3倍の E 事乗ですね。それを割ることの Z のデルタで割りますよと。こういうことなんですね。次にスターですね。スターで、こういきます。線管電圧は一緒ですよね。E ボルト。E ボルトですね。で、これも E ボルト。で、ここをですね、Z の Y。ね。Z の Y。Z の Y にします。で、これ非相電力ですね。これを、こちら側の非相電力ですね。これをですね、S の、まあ、スターにしましょうかね。で、一層分ですね。一層分の、非相電力ですね。これをですね、S の Y にします。そうすると、S の Y は3倍の S の Y なんですね。で、これも同じくですね、どうなるか言ったら、ここは、ルート3倍の E になりますね。ボルトになります。そうすると、3倍の、E の割ることのですね、ルート3ですね。かけることの I ですから、これですね。I ですから、どうなるか言ったら、まあ、ここ書きましょうか。AI、I になりますね。で、これどうなるか言ったら、3倍の、ルート3の E ですね。かけ、I やから、ルート3分の E のですね、ZY になりますよね。I やからね。ここの電圧が、ルート3倍の E ボルトです。それで、これ ZY ですから、これが I なんですね。はい。ということはどうなるか言ったら、3倍の、ルート3の E のですね、事乗ですね。I の Y。こうなるわけですね。はい。んで、これどうなるか言ったらですね、3倍の、E の事乗ですね。3の ZY ですね。はい。ということは、これどうなるか言ったら、3かけ、3分の E 事乗かけですね、ZY 分の1と。こうなりますよね。さあ、そうすると透過ですから、透過ということはですね、S のデルタイコール、S の Y ですね。
ということは、スモールエースのデルタイコールスモールワイがこうなる。ね。はい。となると、ここですな。Z デルタ分の E 事乗ですね。これが、これですわな。3倍の ZY の E 事乗と。こうなるんですね。これ等価で並ぶんですよ。ということは、ここが一緒ですね。Z デルタは3倍の ZY と。こうなるんです。すなわちですね、ZY は3分の Z デルタ。こういうことなんですね。はい。まあ、これをね、当てはめていっぺんやってみてください。間違いでないことがわかると思いますんでね。いわゆる、電圧ですね。電圧と、インピーダンスの関係で解いていけばですね、まあ、簡単に解けますよと。こういうことであります。あ、それからですね、実はインピーダンスですね、R プラス ZXL、マイナスですね、ZXC になりましてね、それで、したがって、これは 3分の1になるんですが、ここですね、ここ、XC イコールオメガ C 分の1でしょ。でこれ、2πFC 分の1ですから、結局ですね、この C ですね。C はどうなるか言うたらですね、これが 3XC がね、すなわちですね、XC が3倍ということは、ごめんなさい、3分の1ですね。ごめんなさい。XC がですね、これ3分の1になるんですね。こっちからこっちやったらね。XC が3分の1になることは、XC がですね、これが、3分の1になるということは、C がですね、3倍になることですよね。まあ、周波数でもいいですけどね。C が3倍になりますよと。3倍の C になりますよということですね。この、あれですね、Y からですね。Y から、デルタに変わる場合ですね。他の R とか、L ですね。これは3分の1になるんですが、静電容量だけは3倍になりますよと。こういうことになります。この逆数になりますね。いわゆる電流の通りやすさの逆数を、電流の通りや、通りにくさと。交流電流の通りにくさにしておりますので、逆数になります。こういうことになります。